こんにちは。FF14 ソロプレイ中のミンです。今日はシルクスツイーニングに行きます。ここをソロで行きたいので、戦士レベル90、アイテムレベル580で行ってみたいと思います。装備はこんな感じです。そして、制限解除をした状態で漆黒のシルクスツイーニング、はい、ここに行きます。ここはね、コンテンツサポーター対応のところじゃないんで、久々にソロでインスタントダンジョンに行きます。で、今レベル90カンストしてるのが白魔導士と暗黒騎士と戦士で3つあるんですけど、自己回復が高い戦士でランクだから防御も高くて攻撃力もそこそこの戦士で安全に行ってみたいと思います。はい、ご飯食べます。パンプキンポタージュ、よし、これ、ね、ハーデスをマルチでなんとかクリアして、漆黒の 5.0 クリアしたんですけど、で、クリスタルタワーちょっと様子おかしいから見てきてみたいな感じだったと思います。なるほど、きついかも。そうで、結構時間かかりそうな気する。死ぬことはなさそうなんだけど、結構時間かかるよこの。この減り具合だと結構時間かかりそうな気がする。避けなくていいかな。避けなくてもなんとかなりそうだな。攻撃。よし、え、迷子、こっちか。これクリスタルタワー、クリスタルタワー行ったと思うんだけど、全く覚えてないんだけど、え、すごい。お、転移装置ですかな。飛ばされた。このスイングは飛ばされないやつをやってみればいいのかな。やってみよう。
押し飛ばされなかった。これだ、これをやっときました。アラムーズウィングスか。ファイン攻撃の方を使えばよかった。敵がいっぱいいる。戦士はほんと自己回復がすごいから死ぬことはないなって感じ、とりあえず。欲張ってこっちまで行っちゃいますか。張りすぎたかな。まあいいか。あ、なんか欲張りすぎたかも。ちょっと不安になってきた。どういうことこれ。このピンチになってもこの現象の欠勤やればもう一気に回復するかな。それも1分ごとぐらいに使いますね、これ。だからなんかめちゃめちゃ安心。なんとかいけそうだな。問題はボスだけど。あ、これボスじゃないんだ、まだ。あ、ボスだよね。横になんかあります。え、立ち上がってるの大丈夫なんだろうか。いた。ゲージを破壊してしまった。え、やっつけた方がいい。やっぱりでもすぐ倒せた、意外と。お、なんとかなる。特に大ダメージとか大丈夫そう。大丈夫だったの、全然。あ、でもなんかちょっと出てる。やけど負ってたのか。そういうのはない方がいいんだ。え、ちょっともうちょっとこっち来てくれないと。え、来ない。いたいたいた。こっち来てくれない。あ、来てくれた。
ここからは抜けた方がいい。うん、よし、また壊しちゃった。もうちょっと、よし、うん、なんとかなるな。よし、このガーロンドのデータを、滅びの運命に抗うためには封じられし、クリスタルタワーの再起動しか道はない。だが簡単にあの扉は開いてはくれなかった。我々に残された手がかりは聖コイナク財団が残したノアレポートをはじめとする初代シドが関与したいくつかのデータログだけ。だが長年にわたる苦難の末についに扉は開かれた。そこで我々は出会うことになる。塔と共に眠りについていた伝説の人物と。そうだそうだ、あれだからね、本来はあの黒バラとかで滅びの運命を辿ってる時代のクリスタルタワーだからね。よし、うん、
よし。アタカーロンドのデータログがある。一緒に倒したこれ。かつて闇の世界と呼ばれた第13世界への門が開かれた。始皇帝の玉座の解析は我々に大いなる知識をもたらした。とはいえこれだけでは目的の達成は遠い。なぜなら第8霊祭と密接な関わりを持つ第一世界に渡るだけでは歴史を変えられないからだ。これに加え時の逆行が必須事項なのである。幾世代にもわたる研究の末、解析を完了させた時を超えし万神との戦いを記録したデータレコード、その知識を具現化する時が来たのだ。ほう。ということはどういうことだ？第一世界っていうのはあれだよね、レイクランのことがある漆黒の世界のことだよね。これが光の感じの世界で、第13世界は闇の世界なのか。への移動と時間の制御、難題であってこの2つの技術を確立してなお次元の狭間への先行には問題が多かった。あらゆる時間と空間がもつれた次元の狭間では全ての事象が不確かで、まさに混沌と呼ぶべき状態だ。この狭間を正しく超えれば目的は達成できない。過去次元の狭間を完全に掌握した唯一の存在オメガに関するデータログが解決の糸口になるだろう。これより計画を最終段階へと移行する。ふんふん。そういえば次元の狭間もやらないとな。デルタしかまだやってないんだよな。これが第二ボス？ミトリーダーです。
か紫の玉が出てきました。これは何なのか。いたた、なんか大丈夫かな、明日。あ、やっぱり分かったかも。なんか三段リーグかなんかあるときに、三段リーグじゃない、なんかあの紫のを受けるときに、あの紫の玉の近くにいちゃいけないような気がする。この時と思うな。倒せた。かなり下の方に崩壊した通路。やばいじゃん。かなりやばげな空気になってるよ。
どういうこと？よし。次元先行装置。今度は二人だけ？ついに、すごいの出てきたわ。アレキの音楽。
波動機構タイクーン。大丈夫かな。あ、てかさ、ひじきがご飯の粉が切れてるから食べとこう。よし。大丈夫なの？この感じ。いた。え？いいんだろうかこれ。時間制スパイス。どうすればいいの？え？このこんな感じ？どこに向けていいかわかんないんですけど。まあ、で、あ、わかったかも。こっちに来るから気をつけとけよみたいな。あね、だから、こっち来るから気をつけちゃってよーみたいな。思ってんだけど大丈夫なのかな、じゃあ。どうすればいい？なんとか買わせた？なんかわかんないけど無事だった。でも、このパターンの繰り返しなら勝てそうだね。だんだん HP も減らせていってる。
んでいい？ごめん。あこれも一緒クリアやったクリアしたシルクストリーミングクリアできましたやったはい、では脱出します。